はい、ドバイ到着しました。越境 3.0 ジャパンツアー、ジャパンツアーじゃないや、ワールドツアー、ワールドツアーの、第2回ドバイツアーということで、今日からスタートしてます。皆さんドバイに到着してですね、朝ごはんを食べた後、今このドバイフレームにやってきました。高さ150メートルで、そして上がまあちょっとした博物館と展望台になっていて、エレベーターで上がると、ドバイの旧市街がこっち側で、新市街が向こう側と、両方のドバイの新旧ドバイが両方いっぺんに楽しめるという、そういったスポットなんですよね。でここはね、あの上があのこのブリッジの部分がねガラス張りになっていて、なんとそういってもあのハイテクノロジーなガラスで、なんか映像がいろいろわーっと出るんですけど、なんか途中いきなりパッと消えて、もうガラスで下がもうわーっと見えるというような、まあ、そういった感じの、まあ、アトラクション的な感じでね、非常に人気のスポットとなっております。こちらドバイフレーム、ちゃんとフレームの中に入ってますね。この後、みんなでまずは今日は旧市街を観光していきたいと思います。やはりねドバイといえばこのドバイクリークですね。あのペルシャ湾からずっと奥の方に入り込んでいる川ではなくて入り江っていうのかな、海水なんですよ。この海水がずっとドバイは奥の方まで長く続いているので、内陸の奥の方まで物が運べるっていうことで貿易が古くから発展していった、これが、まあ、ドバイの始まりなんですよね。このドバイの発展を、まあ、作ってきたもう基礎の基礎がこのドバイクリークで、このドバイクリークに来るとね、もう僕も30年前の初めて来た時のドバイをねすごい思い出すんですけど、このドバイクリークの周りに最近、ドバイ万博の後にできた新しい観光スポットがアルシーフという、この市場マーケット、このなんかスークみたいなところですね。でこれまでのドバイのスパイススークとかゴールドスークとか、まあいろいろ面白いエリアあるんですけど、全部このクリークの周りにあるんですけど、まあ、みんな古いんですよ。みんな古いんだけど、このアルシーフというところはものすごい綺麗に整備されて、もう本当に昔の古き良きアラビアを残しつつも綺麗に整備された、もうおしゃれな、ね、お店がたくさん立ち並ぶエリアなんですよね。でここのスターバックスがね非常に有名なスターバックスらしくて、なんかドバイの中でももう一番おしゃれなスターバックスと言われてるぐらいの、まあ、ここでなんかみんな写真を撮ってね、なんかインスタとかに上げるらしいんですけれども、まあ、そういったおしゃれなお店がたくさんずっと向こうの方まで、だいたいね距離にして1500メートルぐらい、ものすごい長い距離、このドバイクリークの、クリーク沿いに、まあ、新たにできたエリアなんですけれども、今そこを散歩して、みんなと一緒に、買い物とかねいろいろと楽しんでる最中です。なんかねやっぱり最近できた新しいおしゃれなスークというだけあって、お店の品が違いますね。あのスパイススークとかオールドスーク、ゴールドスークとかみたいな、そういうところとはちょっと若干品が違うという、上品ですね、すごい上品な感じの、お店の人も別に強引に売りつけてこないし、スパイススークとかに行くとね結構強引にいろいろと、まあ、売りつけられたり、まあ、いきなりこの値段交渉が始まったりするんですけど、まあ、それはそれでねすごいドバイの面白さでもあるんですけれども、ここのアルシーフはねなんかすごい上品な感じですよ。これが昔の、ドバイの人たちの生活ですね。彼らもともと砂漠の遊牧民なので、こういった砂の上にこういった羊の毛とかヤギの毛を使ったテントを作って、で、まあ、移動して生活していたということです。遊牧民生活ですね、もともとはね。今はまあこのクリークの周りで、あと他の町の方に定住しているんですけれども、まあこういった遊牧民生活をしていたというのが昔のドバイの人たちの生活ですね。はい、やっぱりねドバイといえばこのドバイクリークの渡し船ですよ。アブラと呼ばれている渡し船、ドバイクリークのバールドバイとデイラ川を、まあ、行ったり来たりして繋いでる船なんですけど、まあ、ドバイに出稼ぎに来ている労働者たちの、まあ、庶民 の、まあ、あの交通の足ですね。本当に昔からこのアブラという渡し船が、まあ、たくさんの人に利用されてきたんですけれども、まあ、なんせねあの1ディルハム、料金が1ディルハム、日本円換算でだいたい今のレートで40円弱ぐらい。このねドバイクリークとともにドバイの成長っていうのを僕もずっと見てきたんですよ。30年前初めてやってきた時、このドバイクリークの周りのホテルとか飲食店で、まあ、いろんなお店に行ってね、このドバイの成長を見てきましたけれども、もう本当にね来るたんびに景色が変わりますね。ドバイという街は来るたんびに景色変わるんですけど、このデイラのあたり、ドバイクリークの周りっていうのは、まあ、まだまだ古き良きドバイが、昔のままのドバイがそのまま残されているという、まあ、とても情緒深いエリアでね、
あの僕も大好きなエリアなんですけど、まあ、たくさんの船がここドバイクリークをね、あの渡し船が通っています。でこれでまあ大体まあ5、6分ね乗るとまたもう一個の街、まあ、僕らバールドバイからネイラ側に今移動してるんですけども、もともとイラン人とかそういった商人たちがねたくさん来て、でこのクリークの奥の方に、まあ、奥の方まで内陸の方まで物が運べるっていうんで、とても便利な貿易拠点ということで、まあ、周辺の国々の人たちがここに集まって貿易業を、まあ、営んで発展していった場所、それが、まあ、ドバイのこのドバイクリークで、ドバイクリークを挟んでバールドバイとレイラという、まあ、2つの、まあ、昔ながらの町があるわけですけれども、まあ、今これからデイラの方に行ってね、みんなで街を散策していきたいと思います。はい、ここが有名なドバイのスパイスウークです。昔からあるね、このスパイスの市場ですよ。もう基本的にあの量り売り値段交渉、はい、こんにちは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 、ということでね、もうこの周辺国の貿易屋さん、貿易商人がこの辺に会社を作って店出して、こうやって観光客向けにね、まあ、スパイスをたくさんこのように量り売りしているお店が集まっている場所、まあ、それがスパイスウークなんですけど、まあここはね昔からあるんですけど、まあ、昔から元気のいい場所ですね。本当にね観光客も、はい、ジャパン、愛してはジャパン、はい、ジャパン、愛してるジャパンということで、日本大好きな人もね多いんですよ。なのでここね日本人が歩いてるともう日本語で話しかけられて、本当に嬉しいやら、まあ、ちょっと鬱陶しいやらみたいなね感じなんですけど、まあとにかくねすごいですよ。ここはもう人がたくさん、こういう感じでいろんなところに人だかりができていて、まあ本当にもう昔からね。ちょっと待って。こんにちは。Where are you from? パキスタン。パキスタン。パキスタン人が多いよね、ここはね。パキスタン人、イラン人。愛してるジャパン。愛してるジャパンと、こうやってね、いろいろ声かけられるんですよ。愛してるジャパンだ。見て、綺麗なスパイス。こういう感じで、まあたくさんの香辛料が、まあここに運ばれてきて、こういうねペルシャの綺麗なお皿もたくさんね売られてるんですけど、まあ色鮮やか、どれか買って帰ろうかな。これ可愛いお皿がいっぱい並んでるんですよ。綺麗なお皿、結構ねこういった感じで細い路地もね入っていくと面白いんですよね。迷路のような感じになってるんですけど、まあスパイスだけじゃなくてね、この色々と鍋とか食器とかテキスタイル、こういったお土産なんかもね、まあたくさん売られてるんですけれども、まあここは何度来てもね面白いですよ。まあ値段交渉が好きな方とか、まあ、結構外国人とのコミュニケーション好きな方はね、まあ、来てすごい楽しめるんじゃないでしょうか。はい、スパイススープと並んで有名なのがこのゴールドスープですね。ゴールドはねドバイはまあものすごい世界で一番安く金が買える、金の現物が買えるということで有名な市場なんですが、金の専門店がここには500店舗から600店舗あるんじゃないかと言われて、もうここからずっとねもう全部金のお店、ずっと先金のお店で、この金のお店ゴールドスークの中で有名なのがこのギネス記録に載っていると言われているこの世界一でかい金、世界記録金はですね65キロ近く重さがあるんですね。世界記録見物ではないです。お店の宣伝ですね、写真が無料です。はい、ということでこれがねもうみんなここに写真を撮りに来るぐらい有名な21金の世界で一番大きな金の指輪、指輪ですよ指輪ね、指にはまらないと思うんですけれども、頭にもはまらないですよね。いやすごいですこの人混み、いや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 、このねまあ金の専門店のこのアーケードゴールドスークなんですけども、この人混みすごいですね。まあいつもここ混んでるんですけど、なんかいつも以上になんかもう人がすごいですね。ゴールドスークであの金のお店いっぱいあるわけですけど、この金のお店の店主は大体インド人、ドバイで金の商売っつったらもう大体インド人が相場なんですよ。だからここのお店ね、まあ、たくさんありますけども、ほとんどのオーナーさんが、まあ、インド人。世界最大の人工島のパームジュメイラのど真ん中に、まあ、でっかいビルができたんですよ。で、まあ、下がナキールモールという、まあ、大きなショッピングモールで、その上がずっと高層ビルなんですけど、その高層ビルがこういう感じです。この上にあるのがザ・ビューという、新しい施設で、これまでにない人工島パームジュメイラ全体を
見渡すことができるという。これまではね、ヘリコプターとかじゃないとパームジュメイラ全体を見ることができなかったんですけど、それがこのビルと展望台ができたということで、パームジュメイラ全体を眺めることができるという、そういった展望台ができました。今回ちょっと僕も初めてなんですけれども、みんなでチケットを買ってこの上に登ってみたいと思います。もうすごいな、これなんかかなりリアリティ、動画じゃないみたい。パームジュメイラがどうやって作られたかというのが、この映像で、まずはお勉強するという、埋め立て地、まず外側のね、外側の防波堤の部分から先に岩を埋めて作ってて、先に石を、大きな石をどん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 入れて、で途中から砂を入れて、でそれでこのパームジュメイラという埋め立て地が作られたんですね。はい、上がってまいりました。パームジュメイラの展望台ですね。ザ・ビューと言われている新しい施設。もうね、360度こういう感じでパームジュメイラの周りを全部見れるんですけれども、まあ、一番ビューのいいアトランティスの方に行ってみましょうか。アトランティスがこちらですね。こういった感じで、はい、見えます。世界最大の人工島の今ザ・ビューの上にいるんですけど、一番先端にあるのがザ・アトランティスホテルということで、まあ、反対側もね見えるんですけど、もうここもうすごいですね。この景色はね、まあ、なかなかこれまで見れなかった、ヘリコプターじゃないと見れなかった、そんなところに今来ています。ザ・ビュー。はい、まもなく夕日が沈みます。夕日が沈む中でこれからデザートサファリに向かうわけですけれども、みんな意気揚々としてやる気満々です。これから向かっていきたいと思います。おー、でも楽しみよ。おー、おー、すごい。おー、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 登ってく、登ってく、登ってく、ずっと登ってく。ということで、日が沈む瞬間にね、ちょっとみんなで車を降りて、夕焼けスポットにやってまいりました。砂漠の夕焼けスポット、まもなく日が沈みます。もう見渡す限りの一面のこの地平線の見えるこの砂漠、この砂漠で今うちらだけの世界をね、まあ堪能してますけれども、まもなく夕日が沈むところでみんなで記念写真撮影です。デザートサファリが終わって砂漠のど真ん中のキャンプにやってきました。こちらにですね、ステージがあってお食事会場があっていろんなお店があって、これ砂漠のど真ん中にあるんですけど、今日はねこちらで、いろんな料理、まあ、タンドリーチキンとかインド料理とかそういうのが楽しめる、砂漠の、まあ、中で、砂漠のど真ん中で、みんなで晩ご飯ですね。こういった感じの、まあ、いろんなお店があるんですけれども、この広い砂漠の真ん中にこういったステージが、作られていて、ここで、今料理調理中ですね。
出来上がったらみんなで食事を食べて、で向こうにバーカウンターがあるんで、ビールとか、ワインとか、好きな飲み物を飲んで、でそれで、まあ、ショーを見て楽しみたいと思います。その前にですね、いろいろとシーシャを楽しんだり、ラクダに乗ったり、で砂漠の上でソリで遊んだりとか、まあ、そういった感じで時間を潰して、ここでみんなで今日お食事です。メンバーがね、今ラクダに乗ってみんなで遊んでるんですけど、ラクダ乗るのね、結構これ怖いんですよ。いきなりガクンガクンと上がるのと、座る時もいきなりガクンと下がるんで、ラクダに乗るのってね、結構怖いし難しいんですよね。みんな今ラクダにまたがってキャー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 悲鳴を上げながらラクダに乗ってますけれども、そんな感じで、ドバイの砂漠の夜を楽しんでます。はい、しっかり捕まってよ。しっかり捕まってないとダメだよ。怒ってる怒ってる。おう、おう、おう、大丈夫？おはようございます。待ちに待った朝ごはん、こちら僕らが今泊まってるホテルは、JW マリオットマーキスドバイなんですけど、ここの朝ごはんがね、もうものすごい大好きで、キッチン6という、6つのキッチンがこのレストランの中にあるんですけれども、ね、和食とイタリアンと、レバノン料理と中華と、あと中華とインド料理か、であと何だっけかな、まあ、とにかく6カ国のキッチンがここにあるんですよ。でなのでここに来ると、もうとにかく本当ね、いろんな美味しいものが、各国の美味しいものが食べられるんですけど、キッチンがあるんで、もうその場でもう好きなものを選んで、もう好きなように調理してもらうという、だからもう本当に新鮮なものをね、まあ、たくさんその場で朝すぐ食べられるんですけど、まあここに来るとね、何を食べるかで、もう10分ぐらい悩んでしまうというね、まあ、そういった朝ごはんがこの JW マリオットマーキスのキッチン6なんですが、レストランそのものがすんごい広いんですよね。まあ、下手するとちょっと自分の席が分かんなくなっちゃうというぐらい、ものすごい広いキッチンスタジアムが6カ所あるんですけど、もうこれからがっつりと、まあ、朝ごはんを食べて今日はアブダビに向かいたいと思います。本日はアブダビにやってきました。ドバイからだいたい車で2時間、UAE の首都アブダビに来たんですけれども、アブダビといえばシェイクザイドグランドモスクで、シェイクザイドグランドモスクは、世界最大級のモスクということで2007年に設立されたんですけれども、今だいたい世界で6番目の規模になってますね。でこのモスクはね、前はもう本当にいつでも誰でも入れたという、そういう状況なんですけれども、このモスクに行く観光客が非常に増えてきて、今駐車場からモスクまでの間、この長い地下道をね、ずっと通ってシェイクザイドグランドモスクのメインエントランスまで行くという、そんな感じになってます。でこのモスクというのはシェイクザイド閣下が、世界中のいろんな民族、宗教、宗派間の垣根を越えて国際交流を目指そうという、そういった目的で作られたモスクで、2007年の12月に完成したんですけれども、その完成を見ずしてシェイクザイード閣下はお亡くなりになってしまったという、そういうモスクなんですよね。モスクというのはだいたいイスラム教徒以外はなかなか入れないんですけれども、ここのシェイクザイードグランドモスクは、まあ、異教徒でも誰でもね、まあ、一応予約を取って入れるようになっています。ただやっぱり厳格な、まあ、イスラム教モスクなんで、まあ、女性は肌とか髪の毛とかは全て隠して、スカーフとかで隠して、でもちろん長袖 で、まあ、足とかも見えずにね、もちろん長いスカートとかズボンを履いていただいて入るような、まあ、そういったモスクになってます。まあ、結構この地下道が長いんですけれども、万歩計の数字もかなり行きましたけど、かなり歩いて、シェイクザイドモスクの礼拝堂の中に入っていきたいと思います。シェイクザイドモスクの正面まで出てきました。
こんな感じでちょっとねカメラには入りきらないもう巨大なモスクなんですけど、向こうの奥の方までもうずっとあるんで、これから中に入ってみたいと思います。はい、ここが、シェイクザイドモスクの、中庭というかね、こういう広場があって、この広場の向こうの正面にあるでっかいドームが、あそこがメインの礼拝堂になります。でこの大理石全部ね、世界中いろんなところから輸入してきた大理石なんですけれども、相当な国の数から大理石が入ってきたそうですよ。でこれミナレットというこの塔がですね、これ昔は、スピーカーとかマイクとかなかった時代にイスラム教の先生があのミナレットの上に登ってお祈りの時間ですよと、コーランを読み上げたというために、使われているのがあのミナレットという塔なんですけれども、あの塔は今はねこの装飾的な飾りということで、やっぱり人をこうやって呼ぶためにね、先生が上に上がってっていう形では使われてないんですけれども、モスクの建築様式として、大体ミナレットがあってドームがあって、でそれで礼拝堂があって、で中に入るともうものすごいまだ広い礼拝堂の、シェイクザイドモスクの場合は世界で最大の絨毯があの礼拝堂の中に敷き詰められているという。昔は結構誰でも自由に入れたんですけど、今すごい観光客が増えて、でものすごい規制も厳しくなってきてますね。ここを訪れた人が歩くルートというのが決められていて、こういったロープで張られて、もう強制的に歩くルートが決められているんですよ。昔は自由にね、結構この広場も礼拝堂の中も、好きなように見学できたんですけれども、今相当、厳しくなってます。これどんどん厳しくなってますね。やっぱりね、このシェイクザイドグランドモスクはこの中の礼拝堂ですよ。この礼拝堂がもう世界記録がいろいろと詰め込まれているというそういう場所なんですけども、まず有名なのが、世界最大のスワロフスキーシャンデリアと言われている、高さ15メートル、横幅10メートル、で重さ12トンと言われている世界最大のスワロフスキーシャンデリアですね。スワロフスキーシャンデリアがこちらになります。これが世界最大で、いやダンプカーがぶら下がってるようなものなんですけど、こことあと向こうとこっちと全部で3つこの世界最大のスワロフスキーシャンデリアぶら下がってるというね、これがシェイクザイドモスクの一つの見どころです。でそしてこの敷き詰められているペルシャ絨毯、これも世界最大のペルシャ絨毯と言われているんですが、もうずっと向こうの方までこうやってね、ものすっごい大きなペルシャ絨毯が端から端まで1枚でずっと敷き詰められているという、そういったこの礼拝堂です。フェラーリワールドにやってきましたけれども、まずここに来たら、世界最高速のジェットコースターフォーミュラロッサ、ここに乗って、チャレンジしたいと思うんですけど、いきなり時速280キロ、行きました、出発しました仲間が、時速280キロまで一気にバヒューンと行くというね、いきなり始まります。ちょっとそれにみんなっていうか乗れる人だけでね、乗りたい人だけで乗ってみたいと思います。いやもうね、あの280キロはやばいです。フォーミュラロッサ世界最速のジェットコースター、短いと思ったんですけど、乗ってみたらもう割と長くてね、結構ずっとさっきから油汗止まらないという。でそのフォーミュラロッサに乗って、でもう一個ターボトラックという、またこのグワーッと上に向かってツイストするような、そういったコースターも乗ったんですけど、ちょっとねやられちゃってます完璧。この年齢にそっち系の絶叫マシン結構辛いですね。ということでこの後、お昼ご飯を食べて、ドバイの方に戻りたいと思います。今日の晩ご飯は、ドバイマリーナで、ディナークルーズです。こちら、ドバイの、新しい街、新しいといっても、もうだいぶ経つんですけれども、僕が昔ドバイに来た時にもう一番の建設ラッシュのこの勢いがすごかった、ここちょっと前まではもう何もない砂漠、この何もない砂漠が、ドバイマリーナという、一大都市に変わったわけですけど、この港の、マリーナですね、ここからディナークルーズが出るという場所なんですけれども、こういった場所から船に乗って、今日の晩ご飯はみんなと共にディナークルーズです。はい、ドバイマリーナの、ディナークルーズ、今日はみんなとね楽しんでいますけれども、みんなね、結構お酒を飲みながら、料理を食べながら、会話を楽しんでおります。
このドバイマリーナというところはね、もう本当もうちょっとこの間までもう何もない砂漠、全く何もない砂漠で、まあ十数年前までですね、もう真っ平らな場所だったんですけど、世界の建設クレーンの3割がドバイに集まっていたと言われていた頃、もうここがもうすごい集中的にクレーンが集まっていて、もうあっちこっちもうビル工事現場っていう感じだったんですけども、本当にかなり変わりました。なんかね、砂漠でこんなとこ絶対人間住めないよなと思っていたようなところが、もうこんな感じの街並みに変わって、まあ綺麗なモスクなんかも建ってね、全然見違えるような感じになってしまいましたけれども、はい、これドバイのね、ドバイマリーナにあるドバイアイと言われている観覧車なんですけれども、この観覧車、世界最大の観覧車なんですが、なんとですね、この観覧車乗るの料金が、1人8000円、なんか貸し切りもできるらしいですね、観覧車全部。こんな感じ、ドバイマリーナの街並みです。本当に綺麗な街並みなんですよ。高層ビルがバーッと、これからブルジュカリファの展望台に登るわけですけど、2004年から建設工事始まって、短期間であっという間に、まあ、完成させた。で、ドバイショック、2009年のドバイショックも乗り越えて、まあ、高さ828メートルまで完成させたブルジュカリファなんですけど、まあ最初はね、この辺り何にもない砂漠でした。何にもない砂漠を、まあ、僕は見てるんですけど、ものすごい勢いで開発が進んでったブルジュカリファ。まあ、この展望台何度登ってもね、まあ、感動するんですけど、感動すると同時にまだまだ周りはほとんど砂漠だなという、まあ、ドバイの、まあ、成長する、まあ、伸びしろをねすごい感じる、まあ、そういった場所でもあるんですよね。初めてね、このブルジュカリファが、まあ、建設が始まったこの工事現場を見た時ね、いやいや砂漠のど真ん中に高層ビルなんて本当にできるんだろうかと、もしも出来上がっても誰が使うんだろうなって疑問に思いましたけど、そのブルジュカリファにこれから登ります。いや、すごい人でした。なんか今までね、このブルジュカリファの展望台アットザトップ登ったんですけど、何回も登ってるんですけど、もうこれまでにない、もうものすごい大行列で、まあなかなか上までたどり着かなかったですけど、やっとすごい並んで、やっとたどり着きました。上から見る景色はこんな感じ。まあまだまだ向こうの方ね、砂漠ですよ、砂漠。はい、世界最高層ビル、ドバイのブルジュカリーファ、これが、まあ、建設開始された時2004年だったんですけれども、2004年この開発現場に僕が初めてやってきた時、ここはまだ何にもない、もうフラットな砂漠、真っ平らな砂漠にね、このブルジュドバイ、まあ、今はブルジュカリーファという名前ですけれども、当時ブルジュドバイというプロジェクトで開発が進んでいて、ここに世界一の高層ビルを作るというような話を聞いてね、いや、できるわけがないと、まあ、作ったとしても誰が使うんだろうなんて思っていたんだけど、まあ、できちゃってますね。まあ、こういうようなビルを作って、まあ、この周りにダウンタウンドバイという街並みを作って、でその周りがビジネスベイというビジネスエリアを作って、まあ、本当に短期間の間で、まあ、巨大な土地開発を進めてしまったのがこのドバイ。まあ、この828メートルのね、ブルジュカリーファというビルに僕もいろんなこの思いを馳せているわけですけれども、この後皆さんと、参加者の皆さんと最後の晩御飯ということで、ドバイファウンテン噴水を見ながら晩御飯に行きたいと思います。世界とつながりたいあなた、待ってます。